続きまして山地ひとみ役長谷部かなえさんお願いいたします。はい、山地ひとみ役の長谷部かなえです。今回の現場で奈々さんにお会いした時に、あら大きくなったわねと言っていただきまして、30年の月日をそんな素敵な言葉で言っていただけて、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。ひとみちゃんお茶というセリフで皆さんが、私の役を覚えてて、くださっていますが、ひとみちゃんお茶というのは私のセリフではなく言われるセリフなんですが、それが港署のキャラクターとして残っているのは、アプデカファンの方が作品の隅々までじっくりとなんか見ていただけた、そういうことがあって今私がこの場にいさせていただけてるのかなと思うと本当に感謝の気持ちでいっぱいです。さらば危ないデカが今日初日を迎えまして、朝からキャストの4人と村川監督が、何箇所も劇場を回っていて、今お茶でも入れて差し上げたい気分なんですが、映画の方は楽しんでいただけましたでしょうか。よかったです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。続きまして本作のゲスト浜辺夏美役七尾さんお願いいたします。ありがとうございます。皆さん、こんにちは、夏美役を演じさせていただきました七尾です。今回ですね、そのアブデカに、携わらせていただいて、最初で最後になってしまうわけなんですけれども、今回タツさんのフィアンセの役ということで大変緊張と不安の中臨ませていただきましたが、キャストの皆さんもすごく温かく迎えてくださり、ファンの皆様もすごく温かく迎えてくださったのですごく嬉しいです。本日はありがとうございました。どうもありがとうございます。そして本作監督を務められました村川徹監督お願いいたします。栄えある初日にご来館いただきまして本当にありがとうございます。アブデカ30年、そして今ワントなんですね、さらば危ないデカというこのリリカルで、しかも教習を誘ってやまないこのタイトルにもう胸が締め付ける思いですが、さらばはさらばです、フェアウェルです。でも本当に皆さんのその温かい気持ちがこれだけ伝わることも、これで最後かと思うと本当に泣けてきます。本日は本当にご来館いただきましてありがとうございました。皆様に伝えたいメッセージを募集しましたところ、本当にたくさんの方からメッセージをいただきました。その一部をボードに貼り付けましたので皆様の後ろ側にございます、ご覧ください。ではお願いします。はい、このような形で、これは本当にほんの一部でございますに近寄っていただいてお読みいただければと思います。では私の方でもいくつかご紹介をさせていただきます。浅野さんいかがですか、ご覧になって。いや本当にこんなに熱いメッセージが素晴らしいなっていうふうに、本当にテレビドラマから始まって、それでなんて言うんでしょう、こんなに人の心を気持ちをつかんだなんていう、しかもベンちゃんの言うように30年ずっとやってたわけじゃないんですけど、間空いてもこうやって気持ちをつないで持っていってくださるっていうことが本当に本当にありがたいなって本当に思います。ありがとうございます。中村さんは今のお気持ちいかがですか。いやこういうのを見るとついつい本当にそうですね、映画とかテレビドラマだとそのスクリーンの前にいる人たちのこととかテレビの前にいる人たちのことをつい忘れて、なんか数字だけの結果で一喜一憂したりするんですけど、こういう本当に一人一人の方の気持ちが塊で僕らの背中を押してくれて、まあ仕掛け30年やっていくことが来ることができたんだなと思って、さっきちゃんと言わなくてごめんなさい、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございます。こちらに書いてあるのはまだまだほんの一部のメッセージということで、皆様本当にたくさんのメッセージをどうもありがとうございました。映画さらば危ないデカ大ヒット、そしてお客様に30年間の感謝の気持ちを込めて乾杯。どうもありがとうございました。フォトセッションのお時間は終了。30年前に映画を撮りました。その時もこれくらいいっぱいのお客さんが来てくれました。本当に後ろの扉が閉まらなくて、両サイドにいっぱいいて、2階席も満席で、改めて30年間本当に皆さんに支えられて、日本中の今日東映の映画館に駆けつけてくれたアブデカファンの人に支えられて30年間やってこれたと思います。本当に感謝してます。長い間ありがとう。これで最後です。でもアンコールの声が聞こえたら（笑）ありがとう。夢で会いましょう。どうもありがとう。さっきのキャノン砲で木曽さんが心臓麻痺を起こしたがちょっと心配しておりました。この作品のお話をいただいたときに、この作品の最初の監督である長谷部安春監督に対するオマージュとして、割と原点回帰というか、もともとあったハードボイルドでファッショナブルで、それでスタイリッシュな危ないデカをもう一回やろうということで、ずっと、みんな一生懸命やってきたんですが、蓋を開けてみると、浅野温子のパートだけ突然浅野温子がドコドコッと出てきて、言いたいこと言ってダーッて帰ってくっていう、全然他を意識しないお芝居で、この映画で学んだことは浅野温子は誰にも止められないという。でもそのおかげでこの作品がすごく、楽しいものになって、そして僕自身のことを言えば本当にこの作品に出会えてよかったと思っております。そして皆さんが本当に支えてくれたと、この場を借りて心から、感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとう。どうもありがとうございました。